皆様こんにちは。私は今今月オープンしたばかりの道の駅阿蘇に来ています。ご覧の通り正面に阿蘇の五岳を見ることができます。このような景観の素晴らしい場所に阿蘇市としては2つ目となる道の駅が完成をしました。この地域は古くから山岳信仰のメッカとして栄えた地域で、阿蘇火口への登山口としてもよく知られたところです。現在も阿蘇市内では最も車や人の流れが盛んな交通アクセスの中心となっているところです。目の前には国道57号が走り、ここを起点に阿蘇火口まで続く県道阿蘇吉田線阿蘇登山道も走っています。またバスの乗り場、タクシーの乗り場、そしてレンタカー営業所もあります。まさに阿蘇観光を楽しみたい方の旅の出発地点となりうる場所です。そう言いますのも、この道の駅を阿蘇観光情報発信基地と位置づけ、多くの最新情報を阿蘇を訪れた皆様方に提供したいと思っているからです。ここではあらゆる新鮮な情報を発信するほか、地元ならではの耳寄りな情報も豊富に揃えていますので、皆さんお好みの観光スタイルをこの道の駅阿蘇でお選びいただけます。ご自分でパソコンを使って検索もできます。海外からの観光客の方々には英語で話せるスタッフも常駐しています。また施設では多目的トイレや授乳室ほか、大変広い板の間の休憩所も用意しました。運転や長旅でお疲れになった体をここでゆっくり癒していただきたいと思います。道の駅の隣には天然温泉を使った市営の温泉センターもございます。今阿蘇はご覧の通りカルデラ内全体が水しい緑に囲まれ、大変美しい季節を迎えています。ぜひ皆さんお立ち寄りになって360度緑の絶景をお楽しみください。心からお待ちをいたしております。